俺はもう黒い穴に沈んだ。いったー、いったー、クリア。わー、当たった。おお当たりました。やった、僕が当てたの。クリちゃんが当たった赤い、これボーナスあるかも。あるかも。残り12ゲームあるかも。あるやなしやと。あったー、同色狙う。同色ってボーナスです。同色かも。のができます。まあでも20秒ですから、ラストチャンス。渋谷サーバー、おーっとレア効いた。はまった。あー、青帯か。アクエリオンも出るね。パスロ、そう、アクエリオンの初代おもろかったよ。いや、だから俺も最近の傾向でそれ期待したら AT 機でした。あ、そうなんだ。そうなんですよ。ボーナス欲しいよな、アクエリオンは。やっぱり渋谷サーバーでボーナスいったらもらえるのかな。もちろん。モンキーも初代のモンキーはすごいよね。あのゲーム数解除っていうのを5号機でしっかり作り上げた、ね、うわ、後ろに道ができた。何このパターン。いや、最後ゼロゲームで終わりかけたら渋谷サーバー溜まったんですよ、ちょうど、うん、そしたらボタンプッシュでもバニッシュメントもらいました。いや、もうすごい専門用語多すぎて何とか全然わかんないわもうビジネスの話されてんのかと思ったいや、わかんないっすわさあ、僕はもうラスト10ゲーム残りがなくなったとこなんで、これでボーナスいってバーン乗せて、うん、乾燥してさせて帰りましょう。うわぁ、いいね、いい勢い。これ出る、これ多分これ1個取ったわ。100分の1音引いたよ、レア君、レア君引いたよ。おやるね。滑ったから、これはもうチャン、あぁ、うん、30。俺も大変なことになってる、大変なことになってる。当たりそう、もう明らかに当たりそう。俺スイカ引いて30乗っけたけど、レア君ボーナスではなかった。やりつってきたもんだって。やりつってきた、うん。外れたもん、スタジオ、でかい。ラスト1。うわー、これ揃えたい。揃え。あー、揃わないのか。まあでも、レア役やらなんやら引いたから60乗りました。まあでももったいないな。まあボーナスいたのかな。おい、よーしゃー。よーし、消せた。あー、熱い展開きたー。熱い展開きたー。これだ、ソーシー賛成してくれ、ソーシー。これボーナス持ってるやつ。ソーシー多分バーじゃないかな。ソーシー賛成してくれ。あー、持ってた。やっぱりボーナス持ってた。ボーナスいたの。いました。ただバリスベット終わってからなんで、ちょっと寂しいというか、もったいない気がするけど、しょうがない。ソーシー、あー、ソロだ、その出撃だ。やらせないよ、やらせないよって言ってまだ、それまだだ。俺の位置はまだここにあんざん。バチク、ただ私今日投資1000円ですからね。今もう、いやいやいや、これで1000枚いきますよ。これ最大1万5000発あるから。いや、だから勝ってくれるのはありがてえんだけど、今今のは結構ノーチャンスだったわ。え、当たんなかった。当たんなかった。あ、今のはね、結構外された感ある。第2、この間の分合わせるとちょっとマイナス突っ込んじゃったけど。いや、全然これは見てる人も期待できるんだよ。まあ僕ここでももう1000枚くらい出たんで。いや、いい感じじゃないですかね。もう来てるよ、来てるよ。どのぐらい浮いてんの今。なんやか今 AT 中だけど、ギリギリ保ってる感じで、うん、900枚ちょい出てるのかな。だからプラス900枚ぐらい。いや、十分よ。だから前回も1000枚ちょいプラスなんで、トータルでは2000枚プラス。僕もね、はい、ちょい浮き7500発ぐらいあるのかな。はいはいはい、はい、で投資が3000発ぐらいだから4000発ぐらい買ってるけどって感じか、うん、この間の分ね、マイナス900枚ぐらいだもんね。うん、まあでも今日楽しい実践になりそうなんで、はい、いい。最近いい台多いね。最近また良くなってきたね。研究もなってきた。パチンコパチスラも本当に、ね、そう、両方とも楽しんで、ね、個性的な台が増えてきて、はい、ね、帰っておいで。売ってない人たち、うん、まだ見てるだけの人もいるから結構ね。これからもうパチンコパチスラまたみんなで打ってたらいいと思うんで帰ってきた
渡すなよいらんとこで使いづらくなる。渡してくんなよ大事な話するときに。あ、いいですよ、後半戦行っていきたいと思います。さあじゃあ行きますか。ちょっと今バッチ君の声が途切れ途切れだけど、まあ、ただボーナスつけたけど、まあでも84あんのか。じゃあ行けるな。もう一回渋谷サーバー行くんで、ここうまく取れれば全然続く。あとはボーナス引いての確定ゾーンですね、やっぱり。お、なんだろう、見たことない演出。強チェリーじゃない？ほら強チェリーだ。20乗せてのボーナスが欲しいところでございますけど、ボーナスはいないと。おお、どうした？バニシュメントモード取った。残り10ゲームですけど。特化ドン？特化ドンです。もう一回復活。これでここでボーナス引こう。可能性はある。それが一番でかいんですよ。本当に何度も言いますが。まあ、大きく乗せたい。とにかくレア役。お、10、ベル10。いや、ベル引き続けるのも大事。まあ、ベル引き続けるのも大事。ダメだ。まあ、35。うまく引けなかったですね。まあ、でももう一回溜まるかもな、これ。うまいこと。さあ、僕はもう終わる。いやー、うまく乗せた。ただまあ900枚この AD では取れました。ここでややく引けば復活。150玉ぐらいかな。もう900枚。いや、悪くはないですよ。全然悪くはない。チャンスオートチャンス。あ、レア引いたんじゃない。これボーナス引いたらもう確定よ。あー、引いたか。まあでも180。よっしゃー、チャンスはもらった。覚醒。よしよし、これでクリアすれば AT なんで、しばらく耐えれる。ナイスペイン。それかレベル2とか。なあ、そう。30%、レア役は可能性高い。あ？え？ハズレで 30%？ これハズレで当たったじゃない？ 0. 何パー引いたんじゃない？いや、これレア引いた。あ、3つ引いちゃった。デモ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 。あー、違うわ。普通に外れてボーナスじゃないわ。当たった。ただ今チャンスで引いたらどうなる俺。これボーナスもらってないよ。もらってないか。チャンスでボーナスなし。チャンスでボーナスなし。あー、ダメか。残念。まあでも。AT はもらえました。ポロポロピー、よし頑張ろう。まだ可能性が30から。でもこれでコインが飲まれることがないって考えたらね、これでかい。取った取った、あとは俺がやる。持ち玉が4695、187までハマって。任せろ。おう、来たよ来たよ。あー、また一人か。一人で当てるしかないのか。やるしかねえ。短期ブイブイで、よっしゃー。え、入った入った、ナイス。だってまだプラスの強打でしょ、しかも。うん、ギリプラ。いや、全然いいじゃない。よし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 、おめでとうございます。気持ちいい、ね、いや、楽しそうだね。気持ちいい。これで余裕はできたんじゃない、僕たち。できた、できた、随分できたよ、うん、俺が取る量によってはさ、3発全部取ったらもうまくれよ、多分クリちゃんのこと。それはちょっと一回外で話し合おう。そうなんです、一回話し合おう。とりあえず何個取れるか行ってみようか。そうね、気持ちいい。まあ、たまらず終わりじゃん。最悪最悪。よしよしよし、頼むぞ。最悪。二人で行ってくれ。
しょうがない。第1次早急作戦、頼む阻止。あー一人まずい、クリちゃん俺もまずいわ、最初から一人だ。いや大丈夫だよ一人でも。怖いよ怖いよ。セッ、ここあー過ぎた、あー終わった、復活の、あだだカモ、ダメだ、あー3000発オンリーでした。まあまあでも3000発はでかいよ。まあそうね、だから7400まで戻ってきました。あー青で行っちゃった。あーいただきました、いただきます、ボーナスでございます。デカボーナス、よしこれで跳ねさせよう。クリとバッチのトレハンをご覧の皆様にお知らせです。パチドサイト 7TV プレミアムではトレハンのほか、どうにか貧乏家族、嵐と松本、そしてウイチとヒカルの面白い TV など、いろんな番組がご覧になれます。ぜひ登録してください。お願いします。この通りです。あ、先読み、来た来た来た、豪天杯で、あなたはそこにいつもと違うパティ、いつもと違う運命を受け入れなさい。来た来た来た、この辺との未来が見えるとのことです。覚醒するわ、よーし、ナイス覚醒。ただ帯は緑だな、頼むぞ、水水水、何水、OK、名前当たったの、当たった当たった、おここから弾61、そう宗師、宗師そろそろ付き合ってくれ、そろそろ付き合ってくれ宗師、宗師、あまたカズキ短期だ、カズキ、さあ行くぜ、いただきましたよ、おい当たった、当たったよ、大丈夫なの、まくっちゃうよ、今3500発プラスのところから今当たったね、はい、だから6500発まで行くから、まあ、1万発プラスぐらいにはなる可能性があると、ああでも1万発プラスで並ぶぐらいか、そう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 、それじゃまずいな、だってあれだもんね、2回合わせて1万発よ、2000枚浮きぐらいなんでしょ、そうだよ、あ、じゃあいやでもまあリーチ目でござる、でも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 リーチ目でござる、リーチ目でござる、よっしゃこれで、ちょっとこれで覚醒入れて AT ぶち、まあ、ちょっと AT ぶち込んでちょっと出さないとマジでやばいかも、追いつかれるかも、なんか最後の最後でいいとこ持ってかれて終わるかも本当に来た、シズラ、シズラ、まあどつめか、80パーあるよ、あるのか、よしよしよし、とりあえず覚醒は、まあでもここで決まりじゃないんで AT は、もう一発取って AT 確定にした上で臨みたい、おい一進一退だな俺は次は取んなきゃなんねえな俺、いやいいよもう、えいいよ、プラスだったんだからもういいじゃん、次は取んなきゃなんねえ、やりますかじゃあ、およし、よーし
勝負だ。そっちはそっちも今振り返り勝負どころだろうけど、こっちもだ。俺は3800ずつ動いていくからな。よし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 。第一早急作戦。あ、レバーを受け取っては若干熱いぞこれ。よし、強チェリー、これもう AT 確定です。うわまずい。 なんならここでボーナスが欲しい。まずい。よっしゃ、ボーナスだ。こっちはまずい。これはでかいです。バチ君はどうだったんですか。まずい。カズキです。カズキ一人でどうにかしてもらうしかない。ソースがいないってことね。そう、弾が1個しかない。よしよしよし、カズキよく狙えよ。もういいよ、当たんなくて。もう勝ってんだから。よく狙え。いいぞ、いいタイミングだ。いったべ。うわこれガチだわ。これガチだ。どうだ、外れた。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 よしよしよし、いいぞいいぞ、とりあえずいいぞ。うわ届かない。急先発今。あ、まあでもすげえな。急先発あるんだ。急先発ある。ここでチャンス目いて、もう上げとくっての手なんですよ。チャンス目いこう。うっそー。よし、チャンス目いた。これでレベル上がれば。ダメだ、クソ。これもね、確率レベルだけど、多分まあ5割ぐらいなんじゃないかなと思われます。結構当たるんで。いやダメだ、チャンス目なかった。でもまだ覚醒からスタートなんで、これさあアタックは取るよ。つかもうここまで行くよ、行こうよ、ここまで来たなら。おリプレイした。もわもわした、いじった。もわもわした。まだ受け取ってこないで。おー、来ない。熱い、これ熱いですよ。何熱い熱い。受け取ってこない。3回目までで次多分来るんですけど、緑以上で。そう、緑以上。これ熱いっすよ。そういうこと、そういうこと。でゼーガアタックは蹴ってもらえる。でバニッシュももらいに行く。こうなったらセブンインパクトマジ見せたい、みんなに。そういうこと。いいよ、お前はもう宗師と戯れてろ。宗師来ねえんだよ。そんな信頼度あんの、宗師は。違う、宗師が来ると2個なんでしょ。そう、やっぱ全然違う。倍だろ、普通に考えてる。だってラスト。あ、チャンス目だ。え、でも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 、え、嘘だろ。え、これチャンス目だよな。嘘だろ。 40% ボーナスは嘘だろ。いや、ねえのかい、ねえのかい。はい、とりあえずは決戦。そうし、そうし、またカズキ一人だ。よし、いいぞカズキ。だっえ、当たった。よし。ブルーらない、30かな、じゃあ。あー、ちょっとここ頑張って渋谷サーバーもう一回行きたいですね。終わっちゃうよ。あー、レイヤーや聞いてみたいな、ここで。いけない。いや、でも463も、まあ増えましたけどね。1344。おー、何初めて。エンタングル。何？おお、初めて。あ？ここまで滑ったことが初めて。何？取りずんの？いや、スイカ。なんか確定スイカみたいなことなのかな。いや、多分もうエンタングルモードいったん。まあボーナスは間違いないと思うけど。取り出しなかったですね。エンチャングル？何何つった今。何つったの、映画チャンネル。いや、エンタングル。エンタングル。エンタングルモード。
エンタングルモード。エガチャンネルって急に言うわけねえじゃん、このキャラクターたちが。エガチャンネル、なんだエガチャンネルモードって。中本で一番辛いの食うやつ。あ、でも確かにエガチャンネルの台出たら打つな。エガシラさんは打つな。打つよね。197ゲームだから、まあ、もう全然コイン飲まれることなく AT5 だから。おー、来たし1、今日俺多分うまいんだと思う。似てるやん。結局だってこう設定した、まあ最初の方の覚醒レベル2スタートとか舞浜せ、おーおーい、うまいんだよ。おーい、はい、らしくて2回目のバーゾロイ、これもバーゾロイガンガン引いちゃえばもう俺セブンインパクト。そもそもやっぱ1ゲームで、おほらまた赤だもん。1ゲームで弱点で入るんだから、それはもう勝つ日ゼーガアタックまでいった。え、だったらあと2個だよ、セブンインパクト。これみんな見たいっすよね。皆さんにお届けしよう、セブンインパクト見てみたいな。来ないか。よし、さあこれ成功させましょう。あー、リプレイ、早速リプレイ、いいよ。いいよ。ここで受け取ってこなかったら激アツ。あー、来ちゃったか。でもリプレイ引いてる。残念でございます。ただまあアタックまでもらえてるんでね、ここ途中でまた頑張りましょう。いやー、悔しい。青また引いた。お、この形はチャンス目で乗せる。おお、これ当たってるやつじゃねえか。ねえ、ですよね。しかもリダレクションですわ。乗ってきました。あら、乗ってきたの。乗ってきた。さあこれでまたバードルさせて覚醒入れないんだ。さあもう1600、700枚出てますよ。え、現在で1700ぐらいあるんじゃないか。え、でまだ AT 中ですよ。めっちゃ出てるやん、はい、これもラッシュ、これ終わりでも僕はやめます。いいんだったレーガーと、あ、ブルッター50超える。3桁いけ、超えないか。50超えるとか50ね、50以上。あ、これによって渋谷サーバーはもう一回いける。緑だ、そんなことある。やばい、大丈夫か。あ、先行、あ、なんかしかも下と当たった、俺これ見たことない。うん、これは当たるな。あ、いや、これなのか、毎回、まあいいか、当たるな、これ。バニッシュメント、さあラストチャンス、ここでボーナスいたりして、なんかとんでもないことを起こしたい。お、揃った、初めて揃った。おお、これは何、たまたま見たんだ。いや、これの流れか。ああ、これじゃ弱いか。おい、揃った。ああ、いいね。でもこういうことか、結構乗るな、あれ。なるほど。あ、いやいやいや、
良きバニッシュメントモードでしたよ。バニッシュメントモードでしたよ。あ、溜まったラスト。セクサあ、勝った、うん、最後バニッシュメントもらいました。ほら残り0だと勝つのかな。なかったね。なんとか首の皮1枚。すごいね。65ゼロからなんで65ですね。よし、いよいよ決戦。はい、今回も短期といいでしょう。だっだっ、ハイハイパーティー。あ、え、ここで復活あり、ここで復活あり、珍しくない。来たの？来た！覚醒だ覚醒！すげえ！初当たりの段階での復活煽り初めて見たから。ああ、まだ弾じゃないの？弾弾弾弾弾弾でしょ？ああ、そうだ、もう3000発？さあ、うわすごい！3000発ですか？3000発とりあえず。うわー、じゃあこれ分かんなくなってきた。うわ勝負が。うわうわすげえ！祝福！あ、来た！うわ、いっぺんに来る！いっぺんに来る！いっぺんに来る！うわすげえ！絶対当たるやつ。マジで持ち球いくつって言ったの？6400の状態から、まずは3000確定なんで9000ぐらい。9000発。投資が何発？投資が3000。ああ、なるほどなるほど。さあ、私は終わりました。831枚。ただコインはもう2100枚ほど持っております。まあ、時間も時間なのでね、この辺で終わろうかなと思っております。2105枚でございます。ちょっと外しますね、バッチ。そっち行きますわ。 OK。 さあ第1次ここでね、今2連敗してるんでね。いや行こうよ、投資行こうよ。おい、いい白鳥だね。いいげー、ほっほっほい。3連敗、まあプラスでは終わりは終わりましたわ。よかろう。お疲れ様です。ナイス。急にこう戦い終えてどっと疲れがきて。あ、そう。だから最後はもう結果2200枚ぐらい、2100枚出してプラス2059枚。うわ強い。だから前回直したらもう3200枚ぐらい。あ、だから俺ね、最後1万5000発、はい、まあマックス取っても足りんかったわ。ああ、なるほど、うん、いやでもまあ良かったんじゃない。その3枚の時ちゃんと渡せるし、おでプラスお互い取ってるし、ああ2日間勝負ね、またどっかでやりたい。2日間勝負強いね。いやいや、前回勝った、まあ、前回俺も勝ってるけどね。そうなの、今回も両方勝ってるの。だからもう一回やりたいよね。これがいいんじゃない。2日間だと勝てんじゃない。いやまあでもよかった。じゃあもうカメラを。そう、じゃあ使ってもらおう。でも、まあ、カメラはマジでもらって嫌な人はいないので、まあこれでしっかりと2日間の勝負勝つことができた。いや、よかった。いや、いい実践になりました。はい、というわけでトレハンは以上でございます。じゃあ皆さん応募してくださいね。さよなら。豪華タレントたちが多数出演、人気テレビ番組が YouTube で見れる。充実のラインナップで配信、毎週火曜水曜配信、ウイチと光の面白いテレビ、毎週木曜配信、魚拓男性の月とすっぽんぽん、毎週金曜配信、どうにか貧乏家族、さらに第3第4月曜サイトセブンカップの最新大会を配信。 YouTube オリジナル番組未公開シーンも定期で配信予定。メンバーシップに登録して限定動画を楽しもう。リクエストもどしどしお寄せください。サイト17
TV。